ポケモンと楽しくパソコン学習。学習を進めると着せ替えマウスカバーでポケモンをゲット。プログラミングを学ぶきっかけに。ポケモンピカッタアカデミー、マウスでゲットパソコン。小学校の準備の内容からステップアップで長く遊べちゃう。問題は3000問以上収録。国語、算数、英語はもちろん、パソコンスキルやプログラミング入門も。大好きなポケモンと一緒だから楽しくパソコンスキルが身につきます。よし、初めてのタイピングができたよ。そして学習結果でスタンプゲット。スタンプ5つでポケモンゲットチャレンジ発生。マウスを着せ替えてポケモンをゲットしよう。ポケモンゲットだぜ。ポケモンは全部で200種類以上。ポケモンを集めながら自然と学習が身につく。マウスに登録したポケモンは相棒として学習を応援してくれます。そしてプログラミング入門。ステップアップ方式でプログラミングの基礎をポケモンたちと学べちゃう。ステップ1、プログラミング学習の基本。クイズ形式でまずはプログラミング的思考を学ぼう。ステップ2、ついにプログラミングを実践。トライアンドエラーを繰り返しながらドリル形式で問題に取り組もう。ステップ3、今までの学習を生かしてプログラムを作ってみよう。無限大なの動きはすごく早いに設定してみよう。ピカチュウの次はポッチまで遊べるように設定したぞ。進んでみて。すごいね、自分で作ったの？うん。遊びながら論理的思考力が楽しく身につきます。好奇心を刺激しながら学ぶことがもっと楽しくなる。ポケモンピカッタアカデミー、マウスでゲットパソコン。